当然モームス道重卒業発表。今日は山口県でコンサートということはさゆみの地元ね。ただいま。オリコンランキングでシングル5作連続首位を獲得し勢いに乗るモーニング娘。ワンフォー。全国ツアー中の昨日、山口で行われたライブでリーダーの道重さゆみさんから突然の発表がありました。今年のモーニング娘。の秋ツアーをもって卒業します。突然のことでびっくりさせてしまってごめんなさい。2年くらい前から卒業のことは意識していました。古いメンバーがさゆみしかいなくなって、初めてツアーを終えた時、あのタイミングで本当にみんなが頼もしくなったなって、超でっかく超かっこいいモーニング娘。に仕上げてから卒業して次の世代にバトンタッチしたいと思っています。ファン総勢モームス道重卒業発表。今日は山口県でコンサートということはさゆみの地元ね。ただいま。オリコンランキングでシングル5作連続首位を獲得し勢いに乗るモーニング娘。ワンフォー。全国ツアー中の昨日、山口で行われたライブでリーダーの道重さゆみさんから突然の発表がありました。今年のモーニング娘。の秋ツアーをもって卒業します。突然のことでびっくりさせてしまってごめんなさい。2年くらい前から卒業のことは意識していました。古いメンバーがさゆみしかいなくなって、初めてツアーを終えた時、あのタイミングで本当にみんなが頼もしくなったなって、超でっかく超かっこいいモーニング娘。に仕上げてから卒業して次の世代にバトンタッチしたいと思っています。まずはこちら、スポーツニッポンからです。モーニング娘。ワンフォーのリーダー道重さゆみさんがこの秋の全国ツアーをもってグループを卒業することになりました。昨日行われた道重さんの地元山口でのライブで本人が明らかにしたものです。アンコールを終えてマイクを手にした道重さんが、突然ですが卒業します、びっくりさせてしまってごめんなさいと報告をすると、会場はどよめきと悲鳴に包まれました。シングル5作連続首位、第2の黄金期目前にこの発表という見出しもついているんですが、それだけに会場どよめきが広がったということです。道重さんは2003年1月に第6期メンバーとして加入。この日までの在籍日数4118日はモームス歴代メンバーでも最強となります。プロデューサーのつんくさんは公式サイトでコメントを発表。メンバーが若手ばかりになるのは少々以上の不安としながらも、モームスが盛り上がっている今、卒業を決めたロックな考えに共感したと綴っています。ファン総伝モームス